猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫がもたらした経済効果の呼称、ネコノミクスとは、ネコノミクスなんだかどこかで聞いたような言葉ですが、ネーミングは経済効果とブームの流行り振りをアベノミクスになぞらえた新造語であります。一過性の流行り、言葉ではなく、れっきとした経済効果の実績があるものですが、その事例には下記のようなものがあります。猫が生み出す経済効果を指す造語。2012年に発足した安倍晋三内閣の経済政策アベノミクスにちなみ、経済が低迷する中でも猫に関連するビジネスは盛況で大きな経済効果をもたらしていることを表現したもの。猫カフェや猫駅長、猫が多く生息する離島のブームに始まり、猫をテーマにしたテレビ番組やスマホゲーム、書籍、雑貨、猫を対象とした保険やペットホテル、ペット葬儀など、活況を呈している観光産業事例が多数ある。出典、株朝日新聞出版発行地エグラミニー。2017年に入って、ネコノミクスの状況に変化は。ネコノミクスによる経済効果は2017年の今も健在で、関連グズや出版された本も継続的に大人げのようです。猫がモデルのゆるキャラの数もなんと50体を超えたとか。ちなみに筆者がしているゆるキャラは、黒部ダムマスコットキャラクターの黒に4です。なぜに、にゃんでなく、にょんなのか、ちょっぴり気になりますが、とても可愛いキャラクターなんです。黒に4プロフィール。黒部ダムに勝手に住み着いている黒に4。職業は土木業?らしいです。工事用の黄色いヘルメットと後頭部のハートが特徴です。土尻と水浴び、そして世話を焼くのが大好き。これと決めたら頑なに動かない頑固シャイです。ヘルメットと緑のは、美白ローに4のお気に入り。経済効果よりも癒し効果の方がすごい。黒に呼んでいるところの黒部ダムのように、地域ごとに観光でも多くの経済効果をもたらしていることは今更言うまでもありませんが、その背景には健康効果や癒し効果につながる猫の不思議な力があるようです。猫と接することで心身の健康回復をさせる治療法のアニマルセラピーは日本の病院や老人施設などで積極的に行われています。他の動物もそうですが、猫にも癒し効果があって、そのことは科学的にも医学的にも証明されていることなのです。黒に4は実際に飼っている猫ではなくキャラクターですが、筆者が飼っている猫と同じように見ているだけでとても癒されます。
私たちにできることには何があるのか。コノネコノミクスにおける経済効果のすべての事例がニアイに溢れているピュアな意図があるものばかりでは決してないと思います。とはいえ、猫カフェでの戯れは OK で、動物園の山猫は希少野生動植物種だから遠目に眺めるべきだ、などと偏った見方をすればキリがありません。10人の人間と10匹の猫がいるとして、やはりそれぞれに生き方も性格も違います。猫のおかげの経済効果とは言うものの、それも人間が回している経済に過ぎません。ならば、生きやすく住みやすい環境のために、その経済効果を活用するべきではないでしょうか？これは、何も人間と猫に限定した話ではありません。環境省や各市町村での地域猫活動など目に見える部分の取り組みは活発化をしていますが、目に見えにくい細かな取り組みを猫を愛する一人一人が意識すべきだと思います。ニャウニャウで取り組んでいることの一つ、佐藤野母集。ミャウミャウは猫の殺処分を減らすために運営をスタートしました。猫と人をつなぐ架け橋にという思いで、日々ポジティブな意識で取り組んでおります。猫に癒してもらったことへの恩返しは、猫が癒される環境をお返しすることではないかと考えます。ミャウログをはじめスタッフブログや特設ページの多大なるご愛読には日頃から感謝でいっぱいですが、合わせて里親募集ページも再読をいただけると、今回のテーマがさらに伝わるのではないかと思います。